あ、なんか顔がちょっと変わったね、リリ。お疲れ様、お疲れ様です。気持ちかっね、なんか風呂上がりみたいになってるほかほかしてる、ほかほかしてる、気持ちよさそうだった ねどうでした、どうだった、お兄さんどうだった、うん、うん、なんか顔がちょっと変わったね、凛々しいかも、うん、今日の朝むくんどったけど、なんかむくみが取れとる気がこのケーキね、めちゃくちゃ美味しそうです。おいでる、おいしい、いただきます。めっちゃ美味しいよ。本当ですか、すごい。以上。
すごい。すごい。ハンモック欲しいって言ったもんね。そうなの。あ、ハンモック欲しい。置くところないけど。じゃーん。くるくるねー。回ってみる。いいねー。ハンモック欲しくなるね。買おうか。ハンモック、どこに置くって話になるよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よいしょ、また来てね。もう来月ね。バイバーイ。はい、お二人さん。何？はい、お二人さん。何？何？え？何じゃないよ。ベビーマッサージどうだった？何？ベビー。ちゃんとのラブラブタイムなんよ、今。ベビーマッサージどうだったっていう。ベビーマッサージ楽しかった。みっちゃんどうだった？みーがどうだったかね。みーなんかすごいすっきり顔し、すっきりな顔しとったじゃん。ね。すっきりしたよね、なんか。なんか。すっきりしたし、うん、さっきあの実は改弁でかなり長いね、うん、あれもしっかり出たね。改弁だったね、りっちゃん。これもあれかね、ベビマの効果かな。おかげかね。しかもベビマの後すごい寝て、うん、車でもずーっと寝とったね、うん、確かに。お買い物行ってもいい子しとったね、うん、ちょっとだけ最後の方泣いたんだけど、多分ゆりなが水分補給させていってなくて喉が渇いて、うん、みっちゃん泣いちゃったんだけど、うん、なんかでも水分補給していっとったら多分そういうこともなくて、うん、あの楽しそうだった。2個初めの方そうだよね。あの結構代謝が良くなって体温もあったかくなってくるけ、意外と ね水分補給は大事ってあのやってくれた方もおっしゃったけね。勉強になった。来月ももう予約したけん。あら、もう予約取っちゃった。そうそう。あ、そう。だけもう来月も行くよ。はーい。通おうね、みっちゃん。月一の楽しみができたね、うん。今回行ったのは、春広島さんです。で、コースは、パパとベビマっていうコースにしました。1時間半のうちの1時間ぐらいベビマして、あとの、残りの時間はニコちゃんの発達状況を見ながらいろいろこうしたらいいですよっていうのを教えてくれて、ベビマだけじゃなくてママのために役立つ情報もたくさん教えてくれました。今日行った春広島さんのインスタグラムは概要欄に貼ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。